そういうことで。うわゾンビゾンビわえぇーいこれこれー聞いてない聞いてない聞いてない開けるのは聞いてない開けるのは聞いてない嘘待ってうわーいったもう最悪だよその時聞いてなうんごいくるちゃーん1位のショートカット C のショートカット C のここで登る油断は出ない油断するんだ OKOK そう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 いいよいいよでここ行ってのここ行ってのテレビがあるテレビがある集中しろテレビに集中しろ GG ママテレビに集中しろ OK そう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 見とけ見とけテレビだけ集中しとけそう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 なんで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 バカじゃねえのバカじゃねえの本当にバカだれ本当にバカだれバーカアホアホマネケOK クリアだぜバーカバーバーヘイヤー危ない危ないねよしここ行ってこうかまたテレビだまたテレビかでどうあしーちゃんしーちゃんしーちゃんおいでよーしーちゃんあー待っていやいやいや逃げた方がいい逃げた方がいい逃げた方がいい逃げたオープンオープンうそーあこれ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 いいとこに広い広い広い早く早くぶつけろ早く無理無理無理怖い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 よ早く行こう行こう行こう急げ怖い怖すぎる怖すぎる待って登ってやばいガーえ来たぞ来るぞ来たでもう行こうもう行こうこの辺にこの辺にスタンバってよこの辺にスタンバって斧が来るから斧来たこれを持つこれを持ってはいよ持ってダンボール君持ってよしほらほらよいしょ1分1秒もったいない1秒間ももったいなくできないあや来るオッケー3秒間オッケーでもう落とせもう落とせもう落とせよしよしよしで行く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 はい登るはい行け頑張れ行けるよーしよしまだ来るまだ来るあ、来ない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 来た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 来ない来ない来ないへっへいでかすぎるのも、あれだね。ちょっと、なんかあれだね。ちょっとでかすぎるのも良くないね。わかったかこれで。ちっちゃいのも、理にかなってるんだよ、バーカ。何よし。しーちゃん待っとけよ、もうテレビの世界が出してやる。あ、オッケーオッケーよかった。ゲーうっそバーケちょっと待ってそれは聞いてない待ってあよくん何登ってんだよ行くぞ待って間に合うかこれ早いちょっと待ってごめんなさいごめんなさいごめんなさいちょっと待ってねちょっとだけ待ってねちょっとだけ待ってね待ってはい登って登って登れ誰か間に合え無理だよしよしよし。いいよ。もう順調順調。もうね、こっからは大丈夫。こっからは大丈夫。絶対大丈夫。うん。はいはいはい、はい。余裕持っていこう。余裕持って。はい、ここで登る。登りの。ここで突撃の。オッケーで、これを引く。いけいけ。大丈夫大丈夫。時間はない。大丈夫。時間は大丈夫。時間は大丈夫。絶対大丈夫。オッケーオッケー余裕ですね。余裕です。落ちちゃう。痛い。今の痛かったね。ケツ痛かった。ね、危ない。危ない。よいしょ俺はエルニをねしっかりずっと持ってるからねボタンずっと押してるからねこれでね持てないっていうね原理はないんだよそこで持たないっていう原理はね L2 ボタンを押せない人のことを言う L2 ボタンを押せばずっとねあの何があってもねこのうん大丈夫大丈夫掴むなんでどこまでついてくんのどこまでついてくんのねえねえちょっと待って変態紳士とあなたのことね変態紳士というのはあなたのことね飛べよし、来いよ。バッチ来いよ、変態紳士。変態紳士来いよ、これ。飛べ。
飛ぶ、落ち着け落ち着け、俺落ち着け落ち着けは大丈夫、ちゃんと周りを見よう周りを見よう、はいここで飛ぶ、オッケーオッケーオッケー、いいぞいいぞ、でここも飛ぶ飛ぶの飛ぶの、オッケーオッケー、進め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 、進んで進んで、よしよし、ここ飛ぶよ飛ぶよ飛ぶよ、はい飛ぶ、はーい無事着地、オッケー大丈夫だよ、みんな見てて、あのね全部目全視線を見ればね、こんな余裕、押す降りる行く、オッケー、いいぞスムーズスムーズスムーズぞ、ここスライディング、ここスライディング、スライディング、オッケー決まったね、でここをつける、つけよう、あらよいしょ、でドア開ける、うっそ間に合わないよこれで、スライディング、バカー、今のいけたかこれ、いけたんか、よっしゃオッケー開く、よっしゃヘイヘイバーカ変態紳士じゃん、こっちですよバーカバーカ、ほら来てみろよバーカ、よーし俺らの勝利、てどどどどどどどよよよよ、早くない早くない、ちょっと早すぎだ、大丈夫おおおお大丈夫か、ダンボールか大丈夫か暴走したな列車、あちょっと遅いな起き上がるの、大丈夫か本当に、あ大丈夫そう、あ痛そう痛そう痛そう、めっちゃよ、あなんかあるいるよ、あしーちゃん、え待ってしーちゃんじゃない、あしーちゃんだ、しーちゃんしーちゃん、しーちゃん助けに行くからね絶対、こっちか、はいはいはい、しーちゃん待ってて、いや電波の世界なのかな今、だからあんな風になってんの、せ絶対助けるから、もうすぐ助けるからな、うーわなんか天国へのカウントダウンみたいな階段がありますな、なんだあれ天空の柱みたいな、アルセウスでもいんのかあの奥に、やばいな、えちょっと大丈夫、このまま天国行かない、大丈夫このまま天国示されないかな、大丈夫か、これ長そうだな長そうだな、これじゃあちょっと心いらでちょっとあれかな、なんか話そうか、ね僕ね今月僕誕生日なんですよ、3月19日僕の誕生日なんで、皆さん、おめでとうっていうコメントくださいね。はい、もう言っときました。はい、おめでとうとコメント言ってください。そういうのって言わないもんなの？言わないもんじゃないの？って、いや、僕は言うシステムなんで、はい。うわ、何？すげえ！なんかすごくない？急に絵がリアル。は？何？あそこにしーちゃんがいるってこと？え？どうした？脱いだ。え？何やってるダンボール君？何やってんの？え？何やってんの？ダンボール君？あ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 ？え？何何？え？何何何？な何？え？何？え？何？え？は？あ？ちょっと待って、わかんねえ、わかんねえ、今のゲームオーバーだったの？わかった、あれだ、テレビで触る時のあの同じやつだ、感覚的に多分。オッケーオッケー、急に来るから、ね、急に始まるからね、多分これこうして、どこだどこだ、ここだここだ、来た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 、シリアル、あどうじゃ食らったか、いえまだまだ来んの、まだ来んのね、よっしゃ灰にしてくれるわ、チリとなれ、あ、やばい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 、どこだどこだどこだ、ダメ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 、ここだ、あが、くそだって、いや、うっそ、ちょっと待って、どこどこ、ここくたばれー、よーしよーし、3回だな、よしよし、大体ボスは3回やな、お決まりだろ、さあ、最後は塵となって灰となって粒子となって貴様をこの世から消してくれるわ、アホー、このこの耐えるんじゃねえクソが、よっしゃ
嘘だろ、もう立つなよ、もう立つなよ、立つな、ジョー、立て、ジョーじゃない、立つな、ジョー。おっ、おっ、おっ、粒子となるか、俺にはばかったのが運動付きだったら消し済みになれ。はい、よーし、我々の勝利だ、ダンボール君、やったれ。何、歌ってるよ、街が、街が歌ってるけど、街が歌ってるよ。え、なんだ、ええ待って、何この力、おいおいおい、ワンピースであったら最強力だぞ、これ最強の身に認定される力だぞ、なんじゃこれ。え、うお、え、いや、ちょっとマジック、え、開いた、うわー、エッチ色、エッチ色、急にエッチ色やん。いやいや、これちょっと大丈夫、ちょっとそっち系の店じゃないの、そっち系の店じゃないの、1時間1万円とかからない、これ大丈夫、桃色だけど、え、あ、ちょっと年齢的に大丈夫かな、あ、まあでもまあ社会勉強としてね、えへん。お、ついに来た、これでここに繋がんのか、オープニングにあってので途中テレビのとこにもあって、すべてが謎の場所だよね、ここは本当にすべてが詰まった謎の場所。あ、いた、え、なんか大人の場所みたい、あ、ついにダンボール君も大人になります、皆さん、ついに大人になる時が来ました。お姉さんいるかな、綺麗なお姉さんだったらいいな。ええー、うそ、まだ早いってか、まだ俺には早いってか、うざけてここまで来さすといて、うわ、そっちかーい、そっちかい、そっちの綺麗なお姉さんだったか、くっそー、なんだよ、綺麗なお姉さん会いに来たぜー。じらすねー、じらすねー、そんなにお綺麗なお姉さんなのかい、そんなに綺麗なお姉さんだったらちょっと僕も行くしかないよね、これはちょっと歯向かいますよ、せーの、お姉さん、おーっと、全然意味のないところに繋がった、ここの扉か、やっほー、お姉さん、こっち、うわ、はい、おお、はい、うわ、多分謎解き始まってんな、これ、もしかして謎解き始まってんぞ、絶対、ん、待てよ、多分この扉行っても一生動かないから、なんかこれに意味あるんじゃないか、これこれこれ、こっちこっちこっち、これこれ、違う、違うな、え、だって登れるよ、あ、ちょっと待ってね、これでさ閉じるじゃん、閉じた瞬間こっち、いけ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 るか、は？は？あれ？え、こっちで音楽聞こえてなかったよね、今まで。え？あれ？こっち、あれ？あれ？今度こっちから聞こえてくるようになってる。ん？おー！いった！激ムズー！は？ちょ、え？だって戻ってきちゃった。いや、さすがにそれは。これは、ここはあれなんだね。ダメなんだね。行っちゃいけない。行っちゃいけない場所で。ここが綺麗なお姉さんいる。いや、待って、もう一個ある。もう二個あるな。もう二個あるな。俺はあえてこっち行くぞ！縦長屋！ああ！あ、ここだ！なるほどね！音楽聞こえる場所に行けってことか。で、こっち。はい、はい、はい、はい。しーちゃん、待っててねー！綺麗なお姉さんも待っててねー！すぐ行くからねー！うわー、でも音楽聞こえる場所で行けばいいんだ。大丈夫。はい、ここ。あれ？あ、待って、今ドア開いたぞ、ドア開いたぞ、今。ドア開いたねー！見たよ、俺！
見えちゃったね。こうだ。ドア開いてたよ。開けりーの。はい、開けた。音楽聞こえましょう、音楽聞こえましょう。違う違う違う。今やってるのはちなみに夜だけだよ。なんつって、うわー広いな、広いね。音楽聞こえる場所は僕は耳がすごくいいんだ。そこ落とし穴だったにょ。ごめんね、すんごい見てなかった、すんごい見てなかった。絶対ここみんな落ちてるよね、きっと。絶対きっとみんな落ちてる、そう信じたい。お、違う、こっちじゃない。あれ？音楽聞こえないね。え？急にむ、あれ？急にそんな、何？簡単、こっち行くよ。はい。え？かすかに聞き取れ的な感じ？待ってよ。みんな見てて。聞こえるよ。ふ、わかったぜ。ここだ。にゃーおー、全然違ったよ。L を押す？え、 L を押す？ L どうした、何してんの？ L 押してるよ、 L 押してるよ。は？あー、待って、そういうこと。 L 押すと聞き取れるってこと。めっちゃ集中できるってこと。え、これ開発者がミスった、もしかして。L 押すじゃなくて、実は R 押すとか。違うな。ここに、これが謎なんだよな。ここめっちゃ奥くなってて、音楽鳴ってない。あ、あー、待って、わかった、わかった、待って、わかったぞ、これ。これもしかして倒せるか。あ、やっぱり、あー、解けたなぞ、そういうことか。うわー、これはわかんねえ。なるほどね。L 押すじゃねえじゃねえかよ。なんだ L 押すって。ふざけんなよ。で、で、ここ、ここだな。え、まだある。違う。ここ解けたー、ヒャッホー。もうちょっとだぜ、しーちゃん。めっちゃ時間食らっちゃった、めっちゃ時間食らっちゃった、これ悩むのに。そういうことか。よーし、やっと、やっと紫の扉から、紫の扉まであったに。おおおおお、すげえ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 んだか、すげえんだか。ここほっ、しーちゃん、しーちゃん、助けに来たよ。え、しーちゃんなの？呼ぶ、あ、呼ぶか、しーちゃん。え、しーちゃん、へい、しーちゃん、こっちこっち、へい、しーちゃん。え、大丈夫？しーちゃん、助けに来たよ。これ、しーちゃん？あ、こっちこっち、ヘイしーちゃん、ヘイヘイしーちゃん、ヘイしーちゃん、ヘイヘイヘイ、ここだよ、いたいた、ごめん、うるさかった、うるさかった、ごめん、ヘイ、お、嘘でしょ、いいのこれ、いいの、やっちゃうよ、怒んない、怒んないでよ、しーちゃん、怒る未来しか見えないけど、やっちゃう。え？なにこれ？急に、え？え？うおぉ！うおぉぉぉぉぉぉぉ！しーちゃん！しーちゃん行こう！しーちゃん！え？うわ！ちょ、しーちゃん！
しーちゃん、しーちゃん待って、落ち着いて、俺しーちゃん、俺、うわぁ、あ、一発、ちょっと待って、ちょっと待って、ごめん、そんな怒るって思わなかった、そんな怒られるとは思わなかった。おい、ダンボールくん、あんなとこにハンマー置いてあった、か、この会社がいけない、この会社がいけない、あんなとこにハンマーあった、ちょっと待って、ちょっと大丈夫、これ大丈夫か、大丈夫か、大丈夫、あ、あ、終わった、終わった、終わった、あ、終わったよ、すんごい飛んだね、パコンってリズムよく飛んだねって。さあ、来い、しーちゃん、しーちゃん、おいで、さあ、おいで、しーちゃん、おいで、しーちゃん、おい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 、こっちこっちこっち、こっちだ、こっちだ、こっちだよ、しーちゃん、こっちだ、こっち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 、へいへいへい、しーちゃん、しーちゃん、カモン、しーちゃん、おいで、こっちこっち、こっちこっち、はい、オッケー、オッケーじゃない、やられてた、やられてた、おっしゃー、おいで、しーちゃん、しーちゃん、こっちだ、待って待って、俺の手汗、オッケー、危ねえ、俺の手汗、手汗、怖っ、ちょっとしーちゃん、あ、ここに隠れよ、隠れよ、一回隠れよ、大丈夫大丈夫、大丈夫、大丈夫だ。しーちゃん、腕すごい、すごいよ、しーちゃん。しーちゃん、すごい、腕すごいんだけど。どんな曲がりよ？なに、しーちゃん、なんで俺のこと見つけて。そんなに恋しかった。ごめんね。そんなに恋しかった。待たしちゃった。ごめん。でも、ちょっと変わりすぎない？変わりすぎてるよ。俺の知ってるしーちゃんは、そんな、身長でかくなかったよ。しーちゃん、大丈夫か、あいつ、ほんとに。ちょっと、ほんとに助けてあげないと、いろいろと。いろいろと助けてあげないと。しーちゃん？あ。斧ある。はい、よいしょ、これ持って、多分ここやるんだよな。しーちゃんどこ行ったんだ、あいつやばってか、すげえホラーだったな。うわあ、ちょっとちょっと戦うの、しーちゃんと、これで、おい、むごいぞ、これは残酷すぎるぞバイバーイ、バイバーイ、そんなうまくいかないよね、知ってた、知ってたよ、そんなうまくいかないことは知ってた、バイバーイ、そんなうまくいかないよねってことは、つまりだ、つまりなんだ、つまりなんだ、つまりなんだよ、しーちゃんが、え、しーちゃんごめん、それ壊させて、だー、そんなやる、痛かったよ今の、聞いたね、こういった時にこう来るから、こう来るべ、こう来るべ、こう来るべ、狙われるべ、狙われる、狙われる、おお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 い、どうすればいいんだよ、じゃあどうすればいいんだ、待って、こう、うわぁ、無理無理、しーちゃん、どうすればいい、あ、そういうことか、いや、そういうことじゃない、めっちゃ呼んじゃった、呼んじゃったらそれは来るよね、うん、わかった、いくよ、見てて、みんな、そういうことだ、こっちだ、こっちだ、こっちのしーちゃん、はい、で、ここで持つ、持つ、そう、やれ、あ、無理、おっそ、おっそ、おっそ、しーちゃん、しーちゃん、行くよ、しーちゃん、はい、よし、待て待て待て、行け、シャオレ、え、一回、あ、俺三回ぐらいかと思ってた、一回だった、勝った？勝ち？終わり？エンドロール？ダンボール君？うわ、一人。うわ、暗い。え、怖い。え？え、夜。あ、斧。あれ、取る？掴む。取る。取ろう。オッケー。腕に取れ？この扉、壊そう。おう。うわっ！ちょっとさっきよりすごいね、さっきよりすごくなってるね、さっきよりすごくなってるね、そういう感じね、オッケーオッケーオッケー、サンタマリア、そしたらさっき、違うな、さっきみたいに同じ感じでいけないね、いや、同じ感じでいけなかったね、もうあの扉から行っちゃダメだって感じ、ちょっと待ってね、斧置こう、斧置こう、あはははは、これいけるか、これいけんのか、お、いけた、お、いけた、お、いけ、いけ、嘘、オッケーオッケー、で、これで攻撃、はーい、シャオレ、あ、で、またここなのね、で、またここで一人でポツンと立って、ほやほや、何をするんじゃ、ダンボール君は、この後見物じゃねー、次はこちらかい、
おやおや、何もない。つまり左に何もない。左に何もないってことはないよね。やっぱりあったね。じゃあこの斧をまた取っての持ちいいので、また破壊しじゃんごた。あれおかしいね、おかしいね。扉開か、あ、ワンチャン裏からってあるんじゃないの、これ。これ裏ってあるんじゃないの、もしかして。やはりそうだったな。あと1回だろ、しーちゃん。イエス、しーたろ。イエス、しーちゃんだな。待って、斧あんなところにある。ちょっと待って、切れないよそれ。斧があんなところ、わーだよね。ごめんなさい。こうだ。オッケー。で、うそ、長い。で、これ持って、そう。オッケー、もう、斧持ってばこっちも。で、多分だけど、ヘイって呼ぶ。こっち来させる。オッケー。違うな。オッケーじゃない。あ、オッケー、そういうことか。ヘイ！で、こっち。オッケー。で、今度こっちで来させよう。ヘイ、オッケー。しーちゃん、さらば！しーちゃん、いや違う、助けるんだよ。しーちゃん、頼む、元のお前に戻ってくれ。一緒に旅したの覚えてるだろ。そんなのにこだわるな、しーちゃん。そんなのにこだわっちゃいかん。俺がダンボールくん、俺とダンボールくんがお前をきっと戻してやる。すげえおちょくってるようにしか聞こえないんだけど。ここだ。さらばしーちゃんと。そん、何やってんのお前、下手くそ。しーちゃん、元に戻って。しーちゃん、元に戻ってくれ。しーちゃん、いつものお前に戻ってくれよ。しーちゃん、これでラストだ。しーちゃん、しーちゃん？あ、元に戻ってる。つーか、ここどこだよ。気持ち悪い。しーちゃん？俺だよ。わかる？正義のヒーローで、君の。しーちゃん！こっち！早く！しーちゃん！こっち！うぞ、俺より先行ってる。俺は先行ってる。ちょっと待って、しーちゃん、逆に俺危ない。逆にしーちゃん、俺危ない。しーちゃん、ちょっと待って。しーちゃん、ちょっと待ってね。ちょっと待ってよ。しーちゃん、俺死んじゃう。逆に俺死んじゃう、しーちゃん。しーちゃん、待って。しーちゃん、逆に俺死んじゃうから。あ、終わったかもしんない。終わっちゃね。しーちゃん、バイバーイ。てか、これ今見るとめっちゃ気持ち悪いな。ものすごく気持ち悪いんだが。恐ろしく気持ち悪いぞ。目ん玉が追ってくれてそうそうねえからな。で、多分、しーちゃんはこの後そっち行くんだよ。でも俺はこっち行かないといけないという。そう！全然違ったよ。で、ここを、こっち行って。そう！来た！来たよ、オッケー。で、これ掴む！よし！いいぞ！ジャンプ！しーちゃん！危ない！しーちゃん待ってよ。ちょっと危ない。え、あおしーちゃん死んじゃうよ。危ない。ありがとう、しーちゃん。よかった。頑張って、しーちゃん。起き上がらせてくれ、しーちゃん。しーちゃんしーちゃん嘘でしょしーちゃんえ
ボールくん？待って待って待って、そりゃ泣くよ、そりゃ泣いちゃうよ。こんなとこに落とされて、しーちゃんに裏切られ、はたまたどこここってなる場所、気持ち悪、待って、シンプルに気持ち悪いんだか、これ何これ、え、キモ、何これ、え、な、お、お、椅子、え、あ、待って、これで俺が誕生するって感じ、よー、よー、お前バレてんだぞ、よー、よー、よー、もう見えてんだよ、メンタマちゃん。待って、この椅子さ、もしかしてさ、もしかしてさ、これってさ、俺の誕生の話、え、バカおじの誕生の話、もしかしてこれ、皆さん、これリトルナイトメアって実はバカ王子ができた話なんじゃないですか。あ、バカ王子の出来上がりだ、椅子に俺、つまり俺の伝説の始まりだったってことかい、これは。え、でもなんかこんな目ん玉に見られてなんかやだな、これは。なんかやばそうだもん、この後。なんか俺にはわかる、この未来がよくわかる。おそらくこれみんなさ、ぐっちゃーってくっついてきてさ、ダンボール君これいなくなっちゃうやつでしょ。それは魔獣いいって言ってるけど、多分なんか近づいてきてるから多分そうなんだろうね。じゃあこれはバイちゃん。おっと、よくわからんぞよくわからんぞ。え、え、何これ、え、え、大人になったってこと、いや、言い過ぎでしょ。え、食事は、え、嘘嘘、でかくなりすぎじゃない、急成長しすぎじゃない、そんな人間ってでかくなるっけ、あれ、俺の知ってる人間ってこんなでかくなるもんだっけ、あんなちっちゃい頃からこんなでかくなる、でかくなりすぎじゃね、いやでかいな、でかいな、めちゃでかいやん、めちゃくちゃでかいぞ、おい、うわ、ついになんかよくわからんものになったぞ、なんだ、おじいちゃんなのか、おじいちゃんにしてはめっちゃでかいな、お前。なんだ、ハゲになってんな、お前。どういうこと？変態紳士やん。これで終わりって、むっちゃ怖いよ、むっちゃ怖いぞこれ。一番最初のところじゃんこれ。なんそれ、なんかこれで終わりそうな気がするんだけど、めちゃくちゃ怖い終わり方だよそれ。ちょっとしーちゃんどうなった、ダンボールくん変態紳士、え、ブー、嘘だろ、終わったよ、終わったぞ終わっちまったぞ、へえ、すっげえ怖い終わり方、いや待って、これめっちゃいろいろ考えさせられるね、やっぱね。え、待って、ちょっと待ってよ、そしたらさ、しーちゃんさ、あのなんか光の跡さ、
あれからもしかしてワンに繋がるって感じ？いや、違うよな。え、でもそれっぽいな。いや、でもまあ、リトルナイトメア2、皆さん、見ていただき、ありがとうございました。いやー、でも、怖かったけど楽しかったね。リトルナイトメアってさ、一言も喋らないわけよ。その、名前とかもさ、説明書を読まないとわかんないし、結局俺、ずっとダンボールくんって言ってたし、名前結局わかんないのよ。だからさ、なんか全く新しいよね。喋るって言ったらもう、ヘイ！ハイ！とかもう、あのことしか喋んないもんね。でも初めてのボイスだったから、ちょっと俺も嬉しかったけどさ。でも、1より2、めちゃくちゃ怖かったわ。普通に。何回叫んだんだろう。ってぐらい。声多分ね、おそらくこれ生配信してたら俺喉潰れてたね。よかった、動画にしといて。生配信だとさ、ずっとやらないとさ、ほら、俺絶対その日で終わらせたいタイプだからさ、多分終わらずに、俺の喉が先に終わってた。うん。いや、マジで危なかったけど、そんぐらい怖かったし、急に速くなった。急に速くなったよ！ちょっと待って！急に速くなった！なんで？めっちゃ速くなったんだけど！いや、そんなに俺のエンディング嫌いか？そんなに俺のエンディング嫌いか？嫌がらせでも届かるぞ！おい！そんなに、待って、それは、そっか、な、もう俺のエンディングなんて、ま、聞く必要ないもんね。でも、皆さんにその、感謝を与えないといけないから、こんな早くなくても良くないと思っちゃうんだけど、でもまあ、この早く終わる感じだと、まあ、そうですね、一言で終わらせると、ホラゲって、怖いね。うん。いやもうなんかさ、みんな本当に今何来るんだろうってちょっと想像したでしょ？俺の頭の中、怖いねしかないんだよ。だから、この怖いね以外何も見当たらなくて、リトルナイトメアって、最初はね、俺多分この可愛いキャラクターを動かすから多分、そんなに怖くないんだろうなと思ってやり始めたんだけど、いや、胸クソ怖かったし、それこそ、校長先生、いるじゃん、先生、首長い先生。あれめっちゃ怖かったからね。委員長は意外と、校長先生見た後だったから、そんなに、まあ、怖かったけど、でも、校長の方が怖かったね。まあ、でも一番最後に怖かったのはシーちゃんだね。シーちゃんが一番怖かったね、結局ね。全部の中でシーちゃんが一番強かったし、一番怖かった。一番死んだかもしんない、ボスの中で。うん。あれ一番死んだね。だって、手長いし、近づいたらバターンってやられるし、ヘイっていうのを気づくのめっちゃ時間かかったもんね。うん。カットしてるからさ、結構。編集して、多分、時間結構早めにしてるけど、めっちゃかかってるからね、こう見えてね。で、生配信、僕のワン見てくれれば多分わかると思うんですけど、めちゃくちゃやり直してるんですよ。よく俺生配信できたなと思います、リトルナイトメア。それでよくクリアできたなと思います。まあ、そう、こう言ってるうちに、多分もうそろそろ終わりを迎えるんでしょう。いや、本当に皆さん。本当にありがとうございます。ここまで見ていただいて。僕、ほんとホラゲーは、月に一回やるかないかで、またやろうかなと思います。で、動画の方がいいなら多分動画にしますね。で、生配信もしたいんですけど、僕、無線なんで、ちょっとね、電波が途切れることがあって、生配信難しいんですよね。なので、動画更新にするので、まあ、1ヶ月に1回、もしかするとやるかもしれません。ホラーゲー。たまにはいいよね。ホラーゲーも入れないと、やっぱり。皆さんもその夜ね、お供にしたいでしょうから、僕の叫びがね。僕の叫びって意外と睡眠効果があるらしくて、あの叫びを聞くといつの間にか寝てるって言われてるんですよ。それ、ちなみになんですけど、それ、命落としてないって思っちゃうんでね。俺の叫びで鼓膜破れてそのまま心臓バーンっていっちゃって、そのまま、寝てるっていうのはもう、永眠なのかなって思っちゃうぐらい、その僕の叫びってうるさいんですよ。だから、睡眠効果があるわけではありません。でも、ありがとうございました。